アイアンワークス・オブ・ミザリー・マクミラン・エステートにて、珍しいでしょ、ヒルビリーなんですよ、今日。というわけで、最近ちょっとね、僕ね、いろんなキロを使って楽しんではいるんですけれども、ナース・ヒルビリーの最強と呼ばれる2巨頭を全く使ってなかったんですよね。なので最近ちょっとヒルビリーを少し練習し始めたので、見てくれ、この、デュイーンを、ね。手で移動してみたいな。あ、誰かおるわ。オッケー。どこ行った？どこ行った？そっち行った？そっち行った？オッケー。じゃあ追いましょう。一応最速ヒルビリーでね。まあお手軽で一番強いと言われているこのチェンソーのためが一番速いヒルビリーだ。おお。倒さへんねや。ラッキー。一旦倒されるかなと思ったんですけどね。まあ、腹痛あるからもうどんどん突っ込んでいこう。よし、 OK。 いや、いいんじゃないでしょうか、幸先。はい。まあまあそうよね。待って、落ち着こう。しっかり背中に張り付いて、で、グイーンで、これはいける。よっしゃー、さすが最速強い。そして、ちょっとお伏せなので放置。お、何、直してるぞ。おお、これもいけるぞ。しっかり振り切って、オッケー。いや、最速強い。オッケー。そして救ったが、待って、こっち行こう。ビリビリ。オッケー。窓には間に合わない。なぜなら最速だから。やっぱ最速ヒルビリ強いな。何の音や。ん、起こすためのスキルチェックミスったかな。何やろ。ちょっとこの辺のミンちゃんを釣っちゃいときたいと。起こしに来てたが、うん、とりあえずもう一回ずつ釣っていきましょう。あー、救いに行ってるね。よし、ここ釣って、んで救いに来てる、来てる。あれ、お伏せがで、ん、お伏せミン来てたよね絶対。ん、あ、おるオッケー。よし、みたい。まあいいや。で、お伏せなのでちょっと放置してこっ、来てるね。こっち行くか。どうしようかな。まあ、ちょっとお伏せやったから。よいしょ。この人狙います。んで、お伏せちょっとはたけるかな、これ。あー、割るだけにしようかな。うわ、やめろ。めっちゃライドかざされた。ちょっとあんまりお伏せね、骨折して。ちょっとこれ何すんねんお前は。ちょっと殴るは無理かな、さすがに。釣りましょう。オッケー。で、ちょっとこれ終えるんちゃうか。あんなにライト当てようとしてくるんであれば。あれ、どこ行った。まあいいや。これね、なんかね、結構ヒルビリーだといっぱい這いずり状態によくなるんですけど、なんかね、お師匠さんによると、お、まあ、2人ぐらい倒れたらもうさっさと強いにした方が体勢立て直されるよということだったので、最近はヒルビリー関わらずよっ、まあ、状況によってはん、全員ハイズに狙った方がいい場面もあるんでしょうけど、ちょっとね、なんかその瞬間で最適な判断をできるとは限らないので、機械的に2人這いずったら1人するみたいな。 いるね。オッケー。お伏せ追いたくないのでこっちがいいですにしようかなと今のところは思ってます。まあ、もっとね、瞬時に判断ができるようになれば、よいしょ、この場面は全員這いずり狙おうとかやっていくんですけども、なかなかね、まあ、脳がちょっと溶けてる時とかはある程度こういう時はこうっていうのを機械的に処理した方が、まあ、時に、よいしょ、その判断が間違ってた、結果的には間違ったってことになる時もあるけれども、うん、まあでもそれはね、結果論なんで、ある程度機械的に、おー、なんかおるね、こういう時はこうっていうのを決めていって、平均の勝率を上げたいなと思ってる次第でございます。はい、さて、よいしょー。強引に当てたかったが、いや、ちょっとこれは、うん、こっち行こう。オッケー。
いや今のもうミンをやってしまうのもありやってんけれども、ちょっとね余裕があるんで、ちょっとナメプというわけではないんですけれども、あのチェーンソーの練習がてらちょっと元気な人を追いましょう。よっ、なあ倒さないか、そういう感じでしてくる人ね。はいはい、オッケー。じゃあちょっとここしっかり回っていきましょう。オッケー。この人にチェーンソー当てるのちょっと困難やな今のところ。おお、あれ今のしなやかあった、微妙な。よいしょ、この人は普通に倒しますか。よっ、ポジション的にもね結構いろいろ何かあるポジション、何かあるのが密集してるポジションやったね。チェーンソー当てるのしんどい。力を追って、うん、そっち何もないぞ。いいぞいいぞいいぞ。そっちはあーそこにいたあるか。いや大丈夫そうやね。オッケー、ういー、じゃあ釣りましょうか。ちょっと一人やりたいけどな、むちゃくちゃ均等釣りしてるよね最初。あんだけ地獄に、地獄状態にできたのに。OK、でみんな体直してないな。とにかくまずはハッチって感じになる今はね。これで3個やもんな。うーん、まあまあ全然余裕あるな。お伏せ以外は釣ってるしね、1回ずつは全然余裕があるので、ちょっとまあ見つけた人普通に追っていきましょうかね。おっ、あれ今追ったよね、追ったよね。あー伏せか。ちょっと超えてまやかして、まあ普通に追いますか。であそこ行って倒すでしょう。終わりました。小屋板はさっさと終わらせるに限る。んで、いやーここでお伏せ追うのほんまはね、ほんまならちょっと無視するとこですけど、ちょっとある程度余裕があるので追いましょう。チェイス練習、あ間違えたこっちに行ってたわけではないよね。いや大ポカやな今の。あれみーちゃん、みーちゃん隠れないで、ここにビリビリビリがいるんだから、ちょっと叩かせて、一発叩くだけだからこの金槌でいいでしょ、慣れてるでしょそれぐらい。いつもドクターに殴られてるでしょほらちょっとお伏せやし、これくらいで諦めるか、諦めるの遅すぎ問題ですけど、こんなんやったら。おお、みんちゃんこっち来てたんか、あれか、お伏せばっかりやむなマジで。いいよっ、なあだめ、なあ間に合わない。でそっちに行く、なるほど。これ一発は間に合うかな、で歯履いてるし、調子に乗りましたちょっとチェーンソー当てれるかなっていう、まあでも旋回されてもう今みたいな感じでちょっと当てれるようになってきたんですよ。でも一発復活やな、よし頑張るぞ。あていうか残り発電機1個やんけ、あれちょっと待って、ちょっと待って、思ったより進んでた。あそこ越えられたら結構稼がれる、つらいつらいつらい。でもちょっとこれ乗りかかった船感があるので、これ追わざるを得ない、まずいねやっぱお伏せ合うのは握手やわマジで。よいしょ、この立ち回りは絶対にマネしておく。オッケー、あーよかった、なんか立ち止まってくれてた。絶対マネしてはいけない立ち回りです。お伏せ以外を確実に探した方がいいですよ。よいしょ、それかお伏せは倒した時点で這いずりかな、うん、あでも諦めるべきやったね今のはね。いやアダム、おお結構治ってる、怖え。よっ、フェイント数字数、オッケー分かった。でもこの人はこれで終わりやんね確か、ちょっとやっちゃいたいな。で2人ならまあまあ最悪発電機直ろうが大丈夫、なんとかなる。そらそんな着あるよな今の感じはな。でだからこの人を釣ったと同時に治るぐらいやったらもう加速はないから、よいしょ、 OK。 で釣ったと同時に治るぐらいならなんとか
なる。いける。よし。ここで終わり。で、あれ治るな。うん、治るわ。治るけど、まだ参る。まだ参るぞ。残り2人なら。さて、サクッと1人見つけたいとこやね、まずはね。ここ治ったとこで。よし、行ってる。あー、押せか。前か。押せ、追うか。ほんまね、怪我してない方を追いたいんですけどね。よし、行けるな。おー、あー、間に合えへんか。で、はまあまあ、しゃあない。うおー、オッケー。で、開けに行ってるやろうから、まずはこっちかな。多分右な気するけど、まあまあ通り道なんで。そうやんな、やっぱり。ういで、向こうを見に行くぞ。これができんのやっぱ強いよな。高速移動できてワンパンってどういうことやねんな、このキラー。マジで、いやー、結構追い詰められてしまいましたね。あの途中の立ち回り、お伏せを追いすぎる立ち回りが最悪だったので、あれは絶対にやってはいけない立ち回りですが、前半がねちょっと気持ちよくてアドバンテージがかなりあったので調子に乗ってしまいました。おった、よし。あの人絶対チェーンソー当てて終わりたい。これちゃうの、いらんよな、そんなとこ。おら、あ、おった、おったが、これしっかり足跡、うんうん、この窓を越えていきました。で、この上ね、なんかね、足跡ね、ポンって飛ぶことないですか、なんか変な突き方して。さっきね、なんか足跡、え、どこ行ったって結構なるんですよね。こっちやわな。で、ここで降りて向こうに行きました。まだ体は見えない。おった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 。さあ愚直に追いましょう。起こされるかな、溜まってるかな。あ、一瞬で起きなかった。オッケーオッケー、よし。張っちゃったね張っちゃったので、よし。うわー、あー、ちょっときつい。しっかりと背中詰めて、で、ギュイーン回す。ギュイーン、よっしゃ、オッケー、よし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 ぐるぐる旋回してくる人は最速で出さずにちょっとだけ溜めたりしてタイミングずらしたりすると当たるという話も聞いたので、うん、やりました。はい、トワポンはじめいろんな人に、あれ、いろんな人の動画見たんですけど、ん、あれ、どこ行った。ちょっと待って、お伏せがもうこのハッチ近くにで、なんか起こされそうになっていたのを見たから先にこっち釣りに来たんやけど、おろろ、おぶせくん、どこに這いずった結構離れたもん、どこあれ、アダムも、あれ、ちょっと待って、なんかもういろいろおらんくなった、やばいやばい最後の最後に鹿が欲しくなりますよ、ね、これもう、おぶせの人には失血死をしてもらって、アダムを見つけてっていう感じやな。アダムはあれでしょう、かなり離れて行ってるでしょ、多分ね。さあ、アダム探そうマジか、こんなことになるとはな。ポイントが美味しくない。今こういう声、あー、おったおった。もっと大きい声で喘いでくれよ、体でかいんやからさ。なんかもうマップ全域に聞こえるぐらいの感じで、あう、あう、あうわって言ってくれたらね、いいんやけど。あー、と方向も分かることで、よし、いけ。というわけで、まあ、今回は最初のズタズタもあったのでかなり均等釣りしつつも勝てた余裕のある試合、まあ、後半で、ね、自分でアドバンテージなくしたけどができたんじゃないかなと。こんな感じでちょっとね、最近ヒルビリ君を練習してますんで、まだまだね、やっぱりちょっと上手いサバイバーに会うと全然チェーンソーも当てられなくて稼がれちゃったりするので、ちょっとずつ上手くなりたいなと思っております。あ、これ冷酷やってんな、なるほど。あ、まあ全員釣れなかったしね、失血死とかもしちゃったからそうやったかもしれんけど、まあまあ、お、GG 言ってくれて、よし、GG 言っときますか。はい、GG。というわけで、ヒルビリーでございました。珍しいヒルビリーでございました。全キラー使えるように頑張っていろいろ練習していきます。というわけで、
ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価チャンネル登録などをしていただければと思います。また動画でお会いしましょう。バイバイ。